ミロリ。待ってくださいって、ネタ聞いてから言ってくださいよ。ん？この男、白昼のコウモリという異名を取る東野秀夫さん、70歳、前科13番。いずれも白昼堂々と空き巣に入り込むプロ中のプロ。いずれも大変な話。え？話聞いてもらってるの？このメダルにすでに確保しております。まだらめくろ。Welcome! Yes! 嘘やん！やった初めて効果出たやっぱすげえ俺ただしこのネタは他にやらせるからえこんな汚れ仕事は兵隊どもにやらせればいいあなたにはもっと大切な仕事があるでしょう